今回ご紹介するアイテムは、当チャンネルでも非常に人気の高いカープライドの製品になります。こちらは W903 9.3 インチのポーダブルナビ。こちらのご紹介を本日はいたします。こちらの製品、まず非常にユニークなポイントとして、一番最初に目につくポイントというのは、こちらの350度のアングルが付けられるカメラになります。で、こちらのカメラ、まずどういう風に使うのっていうところがすごく気になるところかと思います。私もレビューさせていただく前に、このカメラどういう風に使うのかなっていうところがすごく気になっていたので、そこをまずご紹介をしていきたいと思います。で、こちらを押しますと、このような形で、これが今、このカメラに映し出している映像。で、こちらがリアの映像になります。で、これ2カメラタイプとなっておりまして、で、こちらのカメラをまず見たいといった場合は、このような形でタップしていただければ見れます。で、このカメラのアングルをこのような形で、角度をつけることができます。これが350度という角度になります。で、さらに、こちらでも角度調整ができるので、実質もうちょっと角度がつくとは思うんですけれども、こういった形で角度がつけられます。まあ、なので、このように前。で、もちろんこれ、左右だけじゃなくて、こちら。上下にも角度がつけられるようになりますので、かなり自由度が高いです。で、もちろんこのような形で、前、ドライブレコーダーこれ搭載している製品になっておりますので、前を映して、リアを映すっていう、ドライブレコーダーが搭載されておりますので、こういったオーソドックスな使い方がもちろんできるんですけれども、このカメラがここに搭載されることによって、このような形で、車内カメラとして使うことができるということになります。あ、で、ちょっと言うの忘れたんですけれども、これ、こっちの向きですと、このように、角度を、高さを、このような形で調整することももちろんできるようになっております。で、こちらにすることによって、車内カメラとして使うこともできるということになりますので、例えば、後ろ、こういった形で映ります。で、私の車ですと、今これノアボクシーなんで、ミニバンなんですけれども、例えば、後ろにお子さんがいたりする場合ですと、今何やってんのかなっていうのはすごく気になると思います。例えば、窓を開けてたとした時に、窓ガラスから顔を出しているといった状態があったりすると思うんですけれども、そういった時に、運転中、すごく気になると思うんですね。そういった時に、こういったカメラが後ろを向いていると、この車内の状況というのが映し出すことができるので、安心してドライブができるということも可能となります。で、また、電源の取り方。カープライドと言いますと、アクセサリー電源、シガーから取るわけなんですけれども、私のチャンネルでは何度もご紹介しているんですが、アイセルというドラレコの専用バッテリーっていうのがあるんですが、あれを使うことによって、常時電源が引けるようになりますので、駐車監視として使うということもできます。例えばどういうことかと言いますと、今私ちょっと外、周辺回ってみようと思うんですが、お分かりいただけたかと思うんですけれども、この車内カメラ、運転中は後部座席に座っているお子さんの状況とかを確認するということはできるんですけれども、車を駐車している時というのは、この窓越しの状況確認というのができるようになるということで、駐車監視にも非常に有効なカメラになっているということが特徴となります。で、駐車監視の方も使いたいという方は、ドラレコ専用バッテリー、アイセルというものも紹介しておりますので、まあ、そちらと併用して使っていただくことによって、
この360度カメラというのがより一層拡張性の高いものになっていくかと思いますので、ぜひご覧になっていただければと思います。さらにこちらドラレコが非常に今回進化しておりまして、ここにも書いてあるんですけれども 2.5K となっております。でこれはフロントカメラの解像度が 2.5K です。で後ろは 1080p ということになっております。例えばセッティング画面というのを開いていくと、このカメラというところがあるんですけれども、まあ、ここでドライブレコーダーの設定ができます。カメラフォーマットということで 1080p、 これリアカメラの設定の解像度になるかと思います。でこちらレコーディングリソリューションって書いてあるんですけれども、ここ 2.5K ということになっております。でこちらループ録画ももちろんできますし、マイクロフォンの調整もできるし、あとはリアの鏡像ですね、ここで設定もできます。でまたこのような形でガイドラインの設定というのもできるようになっております。前後映し出すことができるし、さらにこのような形でリアだけ、それから前だけということで映し出すことができるようになっております。タッチパネルも非常に感度がいいものになっておりまして、実際これ使ってみると質感も非常に高くなっているのがお分かりいただけると思います。またこちらを押していただくと、はい、このような形でもうすでにカープレイにつながっているんですけれども、カープレイも非常に電波強度が高い、5G Wi-Fi 使っていると思うんですけれども、非常に電波強度が高くてすぐに繋がってくれます。でこちら前後ろこの状態でこのような形で映し出すことももちろんできるようになってますし、また分割表示が嫌だよねっていう方にとっては、こちらのスプリットスクリーンモードっていうのがありまして、こちらフルスクリーンを設定していただければ、この形でフルスクリーンでカープレイを見るということももちろん可能となっております。まあ、せっかくドライブレコーダーの機能がついていてモニタリングできるようになっておりますので、まあ、どちらかというとこのように分割で使っていただくのが非常に使いやすさとしても良くなりますし、よろしいんじゃないかなと思います。でまたここフローティングボタンというのがついてますので非常に使いやすくなっております。まあ、これもちゃんと設定ができるようになっております。で今回カープレイなんですけど、もちろん Android というのも使えるようになっております。で次なんですけど、もう一つ新しく導入された機能がありまして、この Wi-Fi ビデオというところですね。今カープレイ切ってるんですけれども、このようにアプリで画面を映し出すこともできますし、またアプリ上で収録動画の確認をするという機能もつくようになりました。なので今までご紹介してきましたドライブレコーダー、バントゥルやビオホ等のドライブレコーダーと同じような機能がこのカープライドにも備わったということで、ドライブレコーダーとしての機能性が格段に上がったっていうのが、この W903 の特徴の一つになってくるかと思います。また、SD カードも大容量で、付属で 64GB の SD カードが付いておりますので、収録も十分にできるようになったというところも特徴的なところかと思います。また、ディスプレイ画面でももちろん、このプレイバックというボタンをタップしていただければ、収録動画確認することができます。こちらを見ていただきますと、前方カメラ、後方カメラということで、収録動画をもちろんここで確認するということもできるようになっております。またこちらはイベント録画なんですけれども、このような形で収録ができるようになっているということになります。こちらにするとカープレイが使えるようになります。今 Bluetooth 切ってありますので、ここのところが今映っていないんですけれども、このカープライドアンダーバー BT-209C という Bluetooth を選択することによってすぐに繋がるようになると
いうことになります。で、Android Auto の場合は、こちらに設定していただいて、AirPlay という場合は、こちら。これはミラーリング。後ほどご紹介するんですけれども、ミラーリングとして使って、で、これ自体には、ネットを見る機能というのはついていないので、この AirPlay を使って、携帯からミラーリングをしてネットを見るという見方ができるようになります。Android の場合ですと、Android Cast っていうのがありますので、こちらを選択していただくと。で、先ほどご紹介した、こちら。ドライブレコーダーのアプリを使う場合は Wi-Fi ビデオというものを使っていくということになります。先ほどすぐにカープレイがつながるということでご紹介したんですけど、これも一度つなげている状態なんですが、パワーボタンを一回オフにして、またオンにしてつないでいる状態っていうのを見てみたいと思います。今これ電源を切った状態になります。で、カープライトという画面が出てきまして、で、ホーム画面が表示されます。で、動画の収録がなされるようになりまして、はい。すぐにカープレイにつながるということで、特に携帯を出す必要というのはないということになりますので、非常に実用性が高いということも、このカープライドが非常に支持されているという特徴になってくるかと思います。で、次にミラーリンクについてご紹介していきたいと思います。今、こちら、AirPlay の画面となっておりまして、ちょうど撮影しながらミラーリングしている状況なんですけれども、こういった形で映すことができます。また、携帯で YouTube 等を映し出せば、当然 YouTube の画面を見ることもできるということになりますので、この 9.3 インチの大画面でネットを楽しむということが可能となります。また、今までご紹介してきました W901 Pro、また W903 Pro、W701 Pro。あちらは拡張の USB ポートがついておりまして、AI ボックスを接続することができるようになっております。詳細は動画を見ていただければと思うんですけれども、それによってディスプレイオーディオと同じ使い方ができますので、ネットを閲覧するということもできるようになるということなので、ネットを積極的に使いたいという方は、そちらの方も検討していただければと思います。また最後に、この音声出力、すごく気になると思います。今までは AUX で有線だったと思うんですけれども、このカープライドは配線が非常に少なくてスマートに使えるというのが一番のポイントになってくるかと思います。今横にこれ配線見えてるんですけれども、カメラの配線とUSB-C ポート、電源の配線となっております。また言うの忘れたんですけれども、シガーライターソケットではなくて、通常の USB でもこちら使えるようになっておりますので、よりスマートに電源が取れるようになっているというのも大きな特徴になってくるかと思います。音声出力なんですけれども、このオーディオアウトプットっていうところで切り替えができます。で、こちらまずスピーカーということで、このカープライドの903は内蔵スピーカーが搭載されておりますので、スピーカーがない車でも音が出力できるようになっております。またこちら Bluetooth オーディオということで、Bluetooth を使って車内のスピーカーに音を出力するということもできるようになっております。このカープライドからオーディオにつながって、で、車内スピーカーに流れるんではなくて、携帯の端末から車内のスピーカーに音が流れるということになります。カープレイのモニター自体は、この W903 に表示されるという方式になっております。また、オーソドックスなのが FM トランスミッターを使っての出力。また、こちら AUX を使っての接続。こちらは有線になってしまうんですけれども、この4つのタイプで音声出力ができるようになっているのがこの W903 となっております。はい、ということで今回なんですが、カープライドから新しくリリースされました W903、 こちらのご紹介をいたしました。こちらのポータブルナビの特徴は、ドライブレコーダーの機能に特化した
ポータブルナビになっているというのが大きな特徴になっているのではないかということを今回私自身こちら使わせていただいてすごく感じたところになります。このカメラ自体も車内に向けて使うこともできるし、もちろんオーソドックスな使い方として前方を向けて使うこともできる。またアングルの自由度も非常に高くなっておりますので、このような形で使うことができて、さらにこれ自体も広角になっておりまして、このノアボクシーの左右の A ピラと A ピラ分の間隔の広角レンズになっておりますので、必要十分な視野角で収録することもできます。またリアに関しては広角170度ということになっておりますので、リア自体も非常に見やすくなっておりますし、もちろん収録動画として捉えることもできて、またリアモニターですね、このような形でリアモニターとして使うということもできますので、今ミラー型のドライブレコーダーが非常に普及しているわけなんですけれども、いわばこちらはモニター型のドライブレコーダーと言ってもいいかと思います。そのぐらいドライブレコーダーに特化したポータブルオーディオとなっているということで、もちろんドライブレコーダーだけではなくてこういったカープレイが使えますので、もちろんオーディオを聞きたい方でも使えるようになっておりますし、無線でカープレイの画面を表示しながら Bluetooth で音楽を聴いたりするということももちろんできますので、今までのカープライドのポータブルオーディオとしての機能というのももちろん持っておるわけなんですけれども、機能の比率としてはやはりドライブレコーダーに特化して出されたのが W903 であるということを皆様にご紹介できるかなと思います。こちらの製品なんですけれども、カープライドの公式サイトの方で販売しております。またカープライドの公式サイトですとディスカウント価格で購入ができるようになっておりますので、ぜひ価格も含めてチェックしていただければと思います。それから W901 Pro、また W103 Pro も公式サイトで販売しておるんですけれども、 Amazon よりも安い価格帯のディスカウント価格で販売の方を行っておりますので、ぜひそちらの方もご覧になっていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。